そしたらですね、次にですが、まあ、今回邪道の、まあ、ムービーに出ていただいているということで、はい、まあ、もちろん、様々な、ルアー使うと思うんですけども、はい、その中で、例えば村岡さんが、ね、リリースされたやる気スティック、はい、今の状況で例えばローテーションの中で、はい、ここの場所では、はい、まずやる気スティックだよとか、はい、そういうポイントっていうんですかね、使い道というか、シチュエーションというか、はい、まあ、やる気スティック一番釣れない夜、要は常夜となる岸壁なんですね。で、結局夜はですね、今日撮った映像は昼の映像だったので、ヨレヨレみたいな、もう少し重いやつでこうまだスピーディーに動かさないと食わないんですけど、夜はその岸壁際真っ暗で、そのちょっと離れると光が当たってるっていう、まあ、全国どこにでもある岸壁ですね。で、ああいったとこにこうやる気スティックを沈めてですね、で、そこから巻きながらこう同じようにちょんちょんとこうやってくると、やる気スティックはもうすごいこんな感じでピョンピョンって飛び跳ねるように巻き上がってくるんですね。で、その過程で、まあ、理想は暗い中入って明るい中出て暗い中入ってというふうに巻いてくると、その鈴木にとっての時間のため、それから夜と昼でその動かすスピード、反応するスピードが違うんですけど、まあ、その夜に反応しやすいフォーリングスピードであり、そこから反動でポンって跳ね上がるスピードなんですね、はい、そういう風にセッティングしてますので、まあ、非常にこう大きい魚も出しやすいですし、数も釣れるテクニックですね。